それはたとえロリコンでもニートでも人外獣耳少女愛好者でも全てが許されるのです。何時敬虔なる信徒よ、エリスの胸はパッと入り、エリスの胸はパッと入り、さあもう一度一緒に、エリスの、それはたとえロリコンでもニートでも人外獣耳少女愛好者でも全てが許される。